ゆきちです。2ヶ月目の近況報告ちょっとしていきたいと思います。まず2ヶ月目なんですけど、お気づきの方いるかもしれませんが、更新回数が激減しております。はい、これはもう単純にちょっとね、再生回数が少なめっていうことに僕がこうしょげてしまったというか、はい、ちょっと元気がなくなってしまって、更新回数減りました。はい、ただすごいね、嬉しいコメントをくださった方がいらっしゃって、あ、なんか見てくれる人とか、これはいいって言ってくれる人がいるんだと思って、ちょっと元気出てきて、またゆっくりゆっくり更新していこうと思ってます。こう、その本当一命を取り留めた感じです。はい、本当にありがとうございました。嬉しかったです。はい、そうだけどね、ゴロって本当作るの好きだし、楽しいし、楽しいと思ってくれる人がね、少しでもいるっていうことも分かってるし、なんかそれが増えたらいいなっていうね、こう希望と野望はね、こう思ってます。はい、で自分自身がね、こう暗記が本当にできなくて、勉強が厳しかった時に救ってくれたものっていうのはもうまさにゴロだから、同じようなね、状況の人ってもちろん今もね、いるはずなので、いろんな覚え方があるよっていうね、勉強つまんないし嫌いで、もう全然暗記とか無理、バカだからってこう思い込んでる人に、最終的に覚えるっていうことに、覚えるっていうゴールに向かう道はね、たくさんあるんだよっていうのをね、こう提示したいなっていうね、こうちょっとたぎるものを持ってます。はい、だからね、まあ、しょげてる場合ではないでですね、あとは、あ、外でね、みんなで動画を撮ったりとか、なんか実験的なこともやりました。他にもね、今後もいろいろこう探りながら、何が一番覚えやすいかなとか、試し試しアップしていきたいって考えています。あとは動画とかについては以上ですね。私生活について、今月あった一番嬉しいことは、32歳だと思われたことです。年齢何歳みたいな会話あるじゃないですか。で、32歳だと、思われました。お世辞もあるかもしれませんけど、実際は40歳なので、32歳は嬉しかったですね。ただ、ちょっとなんか喜びすぎてしまったので、おじさんっぽかったかもしれないですね。はい。若く言われてあんだけはしゃいじゃったんで、うん、年齢以上におじさんに見えたかもしれないです。総合的には。それとですね、もう書かないと何喋るか簡単なことでも忘れちゃうんで、脳年齢はもう相当高いと思います。50歳いってるかもしれない。で、最後に、前回のご報告。前回、レゴと、マイクラが大好きな甥っ子に、サプライズで誕生日プレゼント、レゴのマイクラをあげるっていうところで、終わったんですよね。もし甥っ子が同じの持ってたらどうしようみたいな。僕が今恐れてるのは、すでに持ってたらどうしようっていうことはちょっと気にしてます。で、そのサプライズを渡してる様子を、妹が動画に収めてくれたんで、それをエンディングムービーとして終わりにしたいと思います。また来月お会いしましょう。やべえ。